大谷翔平、インスタに載せていた水原一平氏の写真をすべて削除。大谷、トラウト、水原一平の3人で撮った写真など、水原さんが写ってる写真をすべて先ほど削除。マジか。Y が彼女と別れた時と同じ行動してるやん。巻き込まれるトラウト草。本当に裏切られたんか切り捨てムーブなんかどっち。翔平ブチギレで草。トラウト、翔平、どうして削除のやり方一平に聞いてそう。まあでも大谷もそろそろだんまりはいけない。捜査には協力するやろ、ヤジ馬に情報与える必要はないんだぞ。まあ大谷側は弁護士の指示通りに動いとるんやろ。まあ大谷本人が触ってるわけではないやろ。消さないと代理人が黙ってない。こういうの消してる時って無表情になるよな。俺たちずっともだよな。事実が何であれファンとしては悲しい限り。泣きながら削除してそう。